はい、おじいでーす。さあ、今回ね、精密ドライバー、今ちょうどね、K マスのハンドル、ね、で、このシフターがね、こう長さが調整できるんで、で、調整しようかなと思ったら、付属の六角レンチ、ちっちゃいのないんで、と思ってね。で、そこで、これ使おうかなと思ってね、これを使って、修正する動画を今から作るんだけど、よいしょ、ね、まあこのドライバーね、本当まあ、自信を持って紹介してね、まあ喜んでくれた視聴者さんもいれば、予定通り届かねえってね、まあ激おこの方もいてね、まあなんだろうなって感じでね、まあ男な情報だったんだけどまあみんなが幸せになってくれないんだなってね、難しいなと思いましたよ、ね、で、まあ、これね本当におじいの紹介にあるようにこれ蓋がね閉まんねえって、閉まったっていう視聴者さんもいたし、あおじいと同じだったっていうね、なんか くねくねしてなった戻ったっていう人もいるし、くねくねってだってどうしてやるの、だってくねくねなんてできないじゃん、だってこれ どうやってくねくねすんのこれ、閉まんないもん、だってどう考えたって、だってくねくねできる状態じゃないよ、だってこれ どうやってくねくねすんのこれ、蓋閉まんないからさこれさだから一応男なのかなと思って、ほら閉まんないもん、どうやって閉まるようになったよって言ってんの、これだってさ、ちょっと待ってよ、長さが足んねえのかな、もうちょっと下まで行かないと、だからもっとグッて下まで行かないと、だから入んないよこれ、どう視聴者様どくねくねして入って、だってこれがね、これがだってほらこれ見てわかるようにこうなってるから、そもそもどうやって行くようになったの、おほらだってもう折れちゃうもんだって、くねくねやってたらほらもうやばいよこれ、白くなってきちゃったじゃんこれ、わかんねえよ、はいね、もうまあこれパリンって取っちゃってこのまま置いてすぐに使えるような状態にしておいてもいいけどね、別にね、横幅合ってるこれ、いや全然だって全く長さが、全然長さがだって足りてないような気がするんだけどな、くねくねしてだってもう折れちゃうよこれ、だおじいの外れなんだよ、だからこれよ、でもだって無理だよこれ、入らないよ、くねくねやだってもう折れちゃうもんだって、これくね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 やっててだって、だってどんなに頑張って、あっ入った、あ入った、これここら辺押したら入ったな今、あ入るようになった、あんまくでくでやんなくてよかったかもしんね、でもくでくでしていったのかな、
あ、入るようになった。本当だ。これだ、もう取れちゃいそうじゃんだけど。おお。ああ、まあね、まあね、おお、なったなったなった。ありがとう。そういうことか。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう箱の中入れなくていいやん。じゃあこれもうね。うん。もうこの箱いらない。ね、はい、いやー、ポンって置いていけるよ。あれもいいよ、あのぐるぐるんってベローンって広がるやつね。あれも結構手っ取り早くていい、なんかね。まあね、あ、まあまあまあ、こうやってね、うん、使えればまあいいよ別に。おお、閉まるよ。これ一か八かだね。ここもうこうちょっと白い線がついて緩くなってるけど、まあでもお値段からしたら許せるでしょね。まあ、あの激おこの方もいるけどね、うん。まあ、今回のね、これのいいところ、これ多少ちょっとここ重みあるんだけど、これだよ、ちゃんとこれがついてるっていうのがね、味噌なんだね、これね、うん。いや本当ね、この長さコントロールがね、ここまで最短で使えて、本当こうやってね、ポコンポコンってほらね、大体めっちゃ便利だねこれね、ほんと。ちょっと届かねえんだよなっていうところも行くしね。いやこれすごくいいよな、男でしょ。はい、まあよかった、これ使って今からステアリングの動画撮るんで、これが活躍します今から。ほんとね、なんか六角のちっちゃい六角レンチじゃないと回せないんだよ。だから六角のどれでいけるかな、 1.5 ぐらいかな、 1.5 でこれでいけるかな。六角のちっちゃいやつなんで多分ねこれでいけると思うんだよ。 1.5 か2か、2は大きいから 1.5 かな、多分な、これでいけると思う。便利に使ってるね。おお、閉まるようになったよ。はい、そんなわけで、問題は解決しました。まあこんな便利なスールキットなんだけども、今現在ね、ほんと1280円税込みで購入することができます。でね、3月30日か31日だから、今日は23日なんで、まあ大体1週間からね、10日ぐらい、4、5日以内の発送で海外から届くと思いますね。海外発送です。 2% 26ポイントつきます。まあこういうツールキットね、1個探してたんだねって方がいたら、この動画の説明欄に通常にリンク貼っておくのでね、欲しいなと思った方は見てみてください。うん、まあそうだね、まあ1000円ぐらいパチッね、まあ1000ショットだったらいい世の中でよ。だけど本当、うん、ホームセンター行くと結構高いからね、こういうのって。はい、そんなわけで、うん、無事に無事におじいのも蓋が閉まるようになったんで、これポンと置いといてすぐ使えるような状態にしたいと思います。ただおじいとこいっぱいいろいろあるけどね、あのこうやって開けるのもあれも便利だけど、これスケルトンになっててね、こうやって開けてどれかなってこうすぐに見つけることができるっていうのは結構アドバンテージ高いっていうか、ちょっとこう出すのめんどくさいなと思うと、まあいいかってなっちゃうんだけど、意外とねこういうタイプって便利なんだよ。はい、以上です。終わります。やった、問題解決したぞ。みんなどう、あ、おじいと同じでしたって言った方、みんな大丈夫、パチンと閉まるようになったね。
まだの方はね、あの折れない程度にグニョグニョってやると、でこんな こっちの方とかね、なんかこうやって押してなんかやってる瞬間に なんか入るようになったね。はい、そんなわけで一人でも多くの方パチンと閉まるように、いててなってください。終わります。もう